藤井元気です、こちらにいらっしゃるのは武田恒康先生です、本日はですね、月刊日本という月刊誌のために2人で対談をいたしました、はい、武田先生はこういう原発はなぜ日本にふさわしくないのかという本をお書きになっております。それでまあこの本に触発されまして、まあ脱原発対談ということで、お話をさせていただきました。でこれは、この次 の、 あの月刊日本に出ますので、内容についてはこうご期待と、いうことであります。武田先生はご存知のように、明治天皇陛下の元尊にあたられまして、まあ、日本文化についての、研究家であり、さまざまな本もお出しになっております。まあ、今日は主にこの本を中心といいますか、はい、に話させていただいたんですが、私の方からまず始めに言わせていただくと、その最近その原発の問題について、まあ、議論できるようになってきたのはいいことなんですが、はい、そのあまりその原子力発電ってどういうものだろうかとか、うん、そういうことはあまり中身見ないで ね、 そうですね、なんとなく原発推進の方が保守は推進じゃなきゃいかんだとか、うん、愛国的な人は原発推進じゃなきゃいけないとか、あるいはそうじゃないととにかくまあ原発はもう絶対ダメで、まあまあ、放射能汚染のことも誤解されてて、自然界にも放射能があるということも、うん、あれしてもうゼロじゃないかダメという、うん、それこともちょっと不可能なことであって、うん、非常になんか日本人がイデオロギッシュっていうかな、あれかこれかみたいな、なんかそういう議論も多くなっちゃって、こう事実に基づいてね、もう一回確認していこうっていうようなことがないということも一つ問題かなと思って、そうですね、うんうん、でこの本で私感心しましたのは、やはり日本人にとってその土地は、まあ、神様だと。そうですね、はい、でそういうことをこう汚す、その放射能原発事故、そういうことが問題なんだっていうのは、やはりこれ武田先生ならではね、お書きになれたそういうことじゃないかなと思って拝見してたんですが、ありがとうございます。そこでいかがでしょう。あ、はい、天皇陛下がですね、はい、その被災地にお出かけになって、はい、この何もない海に向かって、瓦礫の山に向かって黙礼をされている、はいはい、それから福島の映像を拝見した時にですね、はい、なんか本当になんか申し訳ないなという感じがしたんですよね、はいはいはい、なんかこう本来はこの山とか川とか海とかですね、はい、大自然の恵みっていうのは人間にこの、その大自然の存在っていうのは人間に恵みを与えてくれる存在なので、しばらく人が住めない、家畜も飼えない、農作物も育てられない不毛の土地にしてしまった、もうほとんど神を殺してしまったような話でして、おそらく天皇陛下はですね、心を痛めてらっしゃるようにしたんですけども、本当にですね、やっぱこの日本の国土を愛し、日本の伝統歴史を愛するという保守の立場に立ってみたら、やっぱり原発っていうのは相入れないものをと見るのが僕は自然だと思うんですよね。ところがこれまでも保守といえば、原発推進というふうにもう、パッケージが決まってましたので、議論もできないような状態でしたよね。ですからこんなような形でようやく議論ができるようになって、まあ、僕はもともと原発はもう学生の頃からずっとやってきて、なんかこの震災の後にこう考えを変えたという口ではないので、ようやく本にできるんだなという感じで書かせてもらったんですね。そうですね。はい。ですから、まあ藤井先生にもこの本についてはなんかブログでもいろいろと書いていただいてですね、本当に心強く拝見しておりまして、今日こういう形で対談させていただいて、本当に私有意義なお話させていただいたと思います。で核兵器のことに関してもですね、藤井先生本当に普段から造形深くていらっしゃいますので、今日も私もたくさん深いところで勉強させていただきました。もしよかったらね、月刊日本をご覧いただいてですね、またご感想などがあればお寄せいただければと思います。そうですね、日本を大事に思う人たちのための脱原発論ということで、話がかなり深いところまで行ったと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。